テレビ U 福島、株式会社テレビ U 福島、テレビ U 福島、TVU 福島、インクは、福島県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称はタフデータ放送を実施しており、番組表サービス、G ガイドを配信している。TBS テレビをキー局とする。 JNN 系列に属しており、同系列のフルネット局である。コールサインは、ジョキ DTV。1983年、昭和58年12月4日、福島県内で4局目、UHF では3局目の民放テレビ局として開局。福島県では、1983年3月31日まで、福島テレビ、FTV が、 ニュースネットワークとして JNN に単独加盟していた。しかし報道番組以外は、富士ネットワーク、FNS に加盟した上で、TBS と富士テレビとのクロスネット編成をしていた。東京放送、TBS としてはすでに、福島テレビ含む全国25局のネットワークを形成していたため、新しいテレビ局を開局させることに対して消極的あった。しかし、 福島県発の民放テレビ局、福島テレビ開局に至るまで一本化調整が難航し、二度予備免許が失効する事態に陥ったため、福島県側が調整し、開局した経緯から県が大株主に入ったこと。1971年に、福島テレビと福島中央テレビ、FCT 側で株式と役員の交換を行った結果、持ち株比率が県が50%、 フジテレビが30%だったことに対して、本来のキー局である TBS はわずか3%しか所有していなかったこともあり、1977年秋頃から福島県における新しい TBS 系列局を開局させるための準備を進んだ。TBS 側が社内外国費で無線局開設申請書を作成し、同年12月末には、 郵政省東北電波管理局に書類を提出した。1982年9月10日には、改めて福島県における4局目の新しいチャンネルの割り当てが行われ、12月20日に締め切った段階で166社に及ぶ予備免許の申請があった。この申請者の中には、TBS をはじめ、富士テレビテレビ朝日、ラジオ福島、RFC、 毎日新聞などのグループが損した。さらに、1982年11月下旬に、山西義行、TBS 社長、岡田総司、福島テレビ社長、松平伊佐を、福島県知事との会談の末、正式に4曲目を TBS 系列局にすることを決定。改めて、福島テレビ側には11月30日をもって、 tbs 系列番組のネット中止を通告した。その結果、1983年3月31日に、福島テレビが JNN を離脱し、翌4月1日から FNN に加盟したが、予備免許者の一本化調整が進まず開局の見通しが立っていなかったことから、全面的に tbs 系列の番組から、富士テレビ系列の番組に切り替えず、 TBS のネット番組は視聴者保護のため、JNN の報道番組を3月31日で打ち切った上で、報道以外の TBS 系列の番組を1983年9月30日まで放送することとなった。しかし、5月11日に一本化調整が終了し、6月に会社が発足。急ピッチに本社、送信書、 中継局の建設が行われるも、開局予定日の10月1日には間に合わず、福島テレビが TBS 系列番組を打ち切った1983年10月1日から、実際に TBS 系列の番組を流すテレビ U 福島が、試験放送を開始する前日の11月21日まで、福島県では2ヶ月間、TBS の番組が一部を除いて見られない事態が続いた。 開局時の社員には、TBS 出向者が8名、TBS 退職者が1名、福島テレビから5名、JNN 系列局の岩手放送やラジオ福島から、それぞれ1名採用した。このうち、ラジオ福島からは、アナウンサーとして佐藤史事が該当し、契約アナウンサーとして、桑織久子も採用された。JNN 結成後に新規開局する、後発フルネット局では、 加盟に、県域市を手掛ける、地元新聞社の講演が前提になるため、福島民放社とその親会社である毎日新聞社も出資しているが、TBS 元社長の浜口幸造が開局を主導したという経緯もあって、筆頭株主は一貫して TBS であり、持分法適用関連会社の要件を満たしていた時代もあった。 このため TBS は2005年、マスメディア集中排除原則による厳重注意処分を受け、直接保有部分を10%以下に抑えるべく、間接保有への切り替えや系列純金局毎日、放送へ一部株式を譲渡するなど処理を行った。東日本大震災、東北地方太平洋沖地震の余波で、アナログ放送終了が延期となったが、 県内最古発ということもあってもともと厳しい経営状況に置かれていた事情からアナログ放送は当初の終了予定日以降デジアナ変換に切り替えたほかエリアが隣接する TBS が全面支援に当たっていた当初の社名は福島県3局目のテレビ局に福島朝日放送4局目を福島放送とする予定であった三局目割り当て時 TBS 側が4曲目を福島放送とする約束をテレビ朝日と交わした郵政省から朝日と入れるのは好ましくないと指摘されテレビ朝日側から福島放送を譲ってほしいとの申し入れがあり結果福島放送 KFB の社名で設立開局することとったそのため新たな社名を選択するも適当な社名が存在せず 結果、UHF やあなた、U の意味から、テレビ U 福島、タフと、社名が定まった。この、テレビ U の社名は、同じ JNN 系列の1989年開局の、テレビ U 山形、トゥーヒー、1990年開局のテレビ U と山、タット、現在は、チューリップテレビに使用された。開局前に、コーポレートアイデンティティ、CI を電通に依頼し、 タフのロゴマークと丸に U の文字が入ったシンボルマークが同時に制定された。しかし、シンボルマークについては1991年、平成3年12月に廃止している。開局25周年を機に2007年、平成19年12月にイメージキャラクターが発表。その後一般公募の結果、翌年の1月29日に、 六金という名前が正式に決定。これで NHK 福島放送局含むすべての福島県域のテレビジョン放送局でイメージキャラクターが設定されたことになる。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展。認定放送も下部会社に移行する前の TBS の時代には最大で24.35%を保有し、 持ち分法適用関連会社の要件を満たしていた時代もあった。2005年 TBS はマスメディア集中排除原則による厳重注意処分を受けたことから本体での株式保有比率を10%以下に抑えるべく5%分を毎日放送に9.35%分を TBS 企画に引き渡した。しかし TBS 企画は TBSHD の完全子会社であることから、これを間接保有分とみなせば、TBS グループの株式保有比率は19.35%に達し、引き続き経営の主導権を握っていることになる。なお、どちらのスタジオも2006年春、福島県の放送局では一番早く、スタジオ HD 化を達成した。ほとんどの番組は、福島テレビが、 富士系単一系列になってから、テレビ U 福島開局までの2ヶ月間、福島県内では、非放映であった。2012年3月31日終了。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。